お前か。取引の依頼。そうか。ではな。アドルさん、今日もガンガン働きますよ。他いつでもお待ちしてます。アドルさん。へえ。やれやれ。ねえ、どうした？アドルさん、いつでもお待ちしてます。アドルさん。ください。アドルさん。あれ？アドルさん。おはようございます。あ、私寝ちゃってました？すみません。でも、よかったです。アドルさんが一人でどこか行ってしまう夢を見て。でも、目が覚めたら目の前にいてくれて。それは。あ、いえ。キンクで倒れた時はびっくりしましたけど。アドルさんは呪いが解けたら街を出るんですよね。私も呪いを解くため頑張ってきたはずなのに、ゾラさんにもう戦う必要がなくなるって言われた時、私嬉しくなかったんです。呪いはアドルさんと合わせてくれた魔法みたいなものかもって。それが消えてしまうかもしれない。急にそんなこと考えちゃって。すみません。魔法なら出ればいいのに。え、今の声に出てました？あ、あの、その
そうです、アドルさん。私の頬を叩いてください。そんな気遣いしなくていいです。こんな時に居眠りしたり、あんなこと言っちゃうなんて、私の気が緩んでる証拠です。気合を入れる時は頬を叩けってドギさんが言ってました。よろしくお願いします。そうじゃなくて。でもアドルさんらしいです。私やっぱり動揺してたのかもしれません。アドルさんが倒れて、お姉ちゃんがさらわれたりして、自分がホモンクルスだと知ってまだ受け入れられなくて。だけどもう下は向きません。それがお父さんがやっと認めてくれた、アドルさんと出会って手に入れた私自身の強さだと思いますから。最後まで一緒に頑張りましょうね、アドルさん。アドルちゃん。ゆっくり選んでね。またいつでもどうぞ。アドル君いらっしゃい。また来てね。確認させてもらうぜ。持って行ってくれ。アドル。ちょっと待って。
もう。イリス君の見せたいものとは一体何なんだろうね。アドル君は何か聞いているかい？おじさん、アドル、待たせたわね。その、どう？に、似合ってないとか言うんじゃないわよ。当然よね。私の丈に合わせてシャンテに繕ってもらったんだし。とても素敵だよ、イリス君。しかし店長に用意してもらったということはもしかして？うん、ダンデリオンで正式に働かせてもらうことにしたの。だから自称暗殺者はもう廃業するわ。元王族って肩書きももう忘れることにする。もともと名ばかりだったけどね。イリス君、それが君の出した結論なんだね。ええ、ダンデリオンで過ごすうちにいろいろと思い知らされたのよ。私は全部をロムンのせいにしてただ逃げるみたいに生きてきた。でも私もみんなみたいに胸を張って生きてみたいと思ったの。だからその第一歩としてただのイリスになろうと思うわ。そうか、うん、君の決断を応援しよう。暗殺者よりもその姿の方が君らしいよ。うん、ありがとね、あんたたち。しかし、そういうことなら勉強の方もしていかないといけないね。文字の読み書きはできるようだが、少し世間に疎いところがあるようだから。店員として正式に働くのなら礼儀もきちんと正さないといけないよ。特にシャンテ店長には敬語を使うようにしないとね。おじさんのそういうおせっかいなところ、私の育ての親とそっくりだわ。建前としてはね、一応裏稼業をしてたみたいだけど、いつも復讐には役に立たない護身術ばかりを仕込まれてたわ。私を預けた人の頼みとかで元から暗殺を教えるつもりはなかったみたい。結局あの人が病気で亡くなって私は飛び出してきちゃったわけだけど。そうか、それはまた辛い別れだったんだろうね。親御さんや君を預けてくれた人には感謝しないといけないよ。思ってくれた人たちのおかげで君は過ちを犯さずに済んだんだろうから。だからそういうのは余計なお世話なのよ。あんまり調子に乗ってると殺すわよ。暗殺者は廃業したんじゃなかったかい？それはそう
だけど。あ、そういえばあんたたちに用意してたものがあったわ。いい、おとなしくそこで待ってなさいよ。おお、美味しそうな紅茶だね。それではいただくとしようか、アドル君。なんだ、なかなか刺激的な紅茶だね。引っかかった。イスパニ特産の激辛香辛料よ。暗殺者はやめたけど、一筋縄で行くと思わないことね。これからはせいぜいお店の料理にも気をつけなさい。これは参ったな。いたずらはほどほどにしてもらえると嬉しいよ。そんなに警戒しなくてもいいわよ。今日は何も仕込んでないから。ねえ、例の宝石覚えてる？改めて鑑定したら紛れもなく100年戦争時代のものだって分かったの。お宝の隠し場所も確かめられたし、今日は前祝いよ。可愛い顔して釣れないんだから。いいじゃない、私と組んでもう一度あそこに潜り込みましょうよ。必ず侵入方法を見つけて残りの財宝を手に入れるわよ。いや。あら、やめろと言われたらあなたは冒険をやめられるの？いけないことと知りつつそれに惹かれずにはいられない。私たちは似た者同士、そうでしょ？ねえアドル君、聞いてみたかったことがあるの。もう一人のあなたの存在を知った時ってどう思ったの？今の自分も偽物かもしれない、そう考えちゃったりしないのかしら。今自分は本物のアドルだって自信を持って言えるの？どうした？ううん、でもそういうものなのかもね。最初はただお金のためだった盗賊稼業もそれだけじゃないって思えてきた。1ゴールドにもならないスリルを求めて楽しんできた私も間違いなくいるんだから。アドル君、私あなたに改めて興味が湧いてきちゃったかも。ねえねえ、今までどんな冒険をしてきたの？せっかく手に入れたすごい武器やお宝をあっさり手放しちゃうって噂は本当なの？だったら今回は私に譲ってちょうだいよ。闇市場で高くさばいてあげるわよ。いらっしゃい、アドル君。これはとっておきなのよ。
はい、どうぞポカリ。お大事にね。何かあれば頼る。怪我には気をつけるんじゃぞ。ラルバです。レグ
調子はどうだ？なるほどな。お疲れさん。
いいもんが入ってるぜ。おいおい、なんだよ。また機会があればな。無事記念祭が開けて現れた。調子はどう？うちのは自慢の品ばかりだよ。また来てくれよな。お兄さん、また来てよ。いらっしゃい。いい商品も、また来てよね。また来ておくれよ。そうだよ。
が迎えられてよかったわ。ようやくお出ましけ。行くぞ。任せな。そうだな。今日もガンガン働きますよ。他いつでもお待ちしてます。Thank you.
礼をしない。以外なら何でも売ってやるぞ。目のつけどころが違うの。ああ、いつもすまんの。必要なの？誰が使うのかしら。ぴったりだ。誰が使うのかしら。誰が使うのかしら。こんないいものいいですか。誰が使うのかしら。ちゃんと使えそうだよ。他に何また来てね。
任せろ。
そうだな。だけど さて、怪人の諸君、それでは僕の依頼を実行してもらうとしよう。え？だってホムンクルスは今あなたが全部。ここにあと1体残っているんだ。ホムンクルスだっていうの？なあ、参ったよな。確かにこの監獄を視察で訪れたことはあったけど、シャトラールと言ったか？一体いつの間に作ったんだろうね。まあいいや、君と僕との仲だ。アドル、快く引き受けてほしい。君に頼めるなら本望だ。ちょうど立ち会い人も到着したようだね。アトル君、私からも頼むよ。どうか引き受けてもらえないか。バーコスさん、どうして。そういえばマリウスさんの友達だって言ってたけど。マルクス・クラウディア・ガルマニクス。彼はロムン帝国において子孫なる尊厳者というべき存在。恐れ多いことにその複製人間ということになる。え？そういうことか。そんなことってどういうことなの？ロムン帝国の現皇帝、その複製人間ということです。でもそのお友達って、じゃあパーコスさんは？これまで黙っていてすまないね。私の本当の名はリンドハイム。元は教会の枢機卿だが、このグリアの総督を兼任している。行方不明だったはずのリンドハイム枢機卿。やれやれ、おっさんもただものじゃねえと思ってたが。監獄を視察した時にあの方そっくりの彼を見かけてね。まさかと思い囚人として入り込み調査をしていたんだ。まさかホムンクルスだったとはね。リンドハイム、最後まで迷惑をかけるね。乗りかかった船ですからな。あの方と同じ顔で頼まれ事をされては叶いません。それにここまで説明しないと
アドル君も納得できないでしょう。脱獄後、僕はアドルを捕らえて再び監獄に戻った。どうやらシャトラールに操られていたみたいなんだ。同じように自害できないよう制御されているらしい。まあ僕は帝国騎士の端くれでもある。自害なんて最後はなるべく避けたいかな。アドル、改めて立ち会いを頼む。こんなことを頼めるのは君しかいない。ああオンに切るよ。さあアドル、全力で受けてもらうぞ。望んだ結末だ。後悔はないさ。アドル、最後にいいかい。君は冒険で人々を、時には救い、時には導き、勇気づけてきた。そして多くの謎を解き明かし、世界に少しずつ影響を与え始めている。そのことの意味を改めて、冒険に自身の答えを見出す時が来るだろう。それは最後なのに説教臭くて申し訳ない。その答えが出たら、いつかそれを本当の僕に見せてやってくれ。きっと世界の役に立つ。それから今回の件、どうやら黒幕がいる。そっちは君に任せた。一緒に過ごせたこと楽しかった。アドルさん。アドル君、ありがとう。ああ、知っているよ。彼も心からそう思っていたはずだ。彼が言い残したことがいつか実現できるといいね。さすがと言うべきか。大した人物だったな。黒幕、ゾラの存在も見抜いていたみたいだね。あれが、あの人がロムン帝国の。あのパーコスさんのことも驚きました。私たちそんなすごい人だって知らずに今まで。それは気にしないでおくれ。私の方こそ謝らないといけない。黙っていて本当にすまなかった。そんな今さらこんなことを言っても信じてもらえないかもしれないが、今回のことがきっかけとはいえ、君たちに会えてよかったと思っている。これで私も。もしかして。それは困ります。ダンデリオンを始めたのはパークスさんですよ。それに総督なら今回の顛末を見届けていただく方が良いかと。
まあこのままいてもらった方が便利かな。うるさい守備隊を牽制してもらえると助かるしな。まあベルガーごときに遅れを取るつもりはねえが。わかった。このままダンデリオンにいさせてもらうよ。政務が滞っているから時折総督府に戻るかもしれないがね。ええ。だが本当にいいのかい？私はロムン寄りの人間なんだが。いいんです。私は総督じゃなくてパークスさんにお願いしてるんです。わかった。肝に銘じておこう。準備を整えて挑戦しよう。いいぜ。行くぞ。Yeah!
てちょうだい。Yeah!
飲み込んだ者たちじゃ。現れたね。準備をしておこう。やっやっ、いいぜ、行くぞ。何かあるぞ。だから任せたぞ。そこにやったよ。沼地になってやがるのだ。足を取られると面倒だ。できるだけ避けてみるよ。行くぞ。確実に進むしかありませんね。
剣。何かあるぞ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 。やってくれ。来るぞ。ゴムヘも頑張ったわね。なるほどな。
ちょっとした俺。行くぞ。Yeah!
宝箱だぜ。Thank you.
ジュールたちか。よくこの場所が分かったな。どうした？もしかして私に何か用事か？今さら会いにくいのは分かるけどさ、ああなると母さんはきっと探し回ると思うんだよね。そうか、見られてしまったか。うっかりしていたな。あのスミノフさんはどうしてここに？ん？ああ、この碑文に昔流行した病気に関する記録が残っていてね、それを調べるために来たのだ。それってジュール君を治すためですよね？え？ま、バレているとは思っていたが、いい機会かもしれないな。やはり話しておくとしよう。ジュール、少し長くなるぞ。最初は君たちホムンクルスの存在すら私は知らなかった。ある日、戦災孤児を里子として引き取る制度があることを知ってね。ジュール、君とはそこで初めて出会ったんだ。戦災孤児って？アプリリス君が幼い君たちの面倒を見るのが難しくなってね、苦肉の策として君たちを戦災孤児として登録したそうだ。そうだったんですね。とにかくその制度を通じて私たちはジュールと出会った。子をなすことができない母さんは特に大喜びだったよ。え、母さんが？ああ、だからこそだと思う。そこから君と過ごした月日は私たちの人生で最も幸せな時期だった。そして君が発病した時、泣き崩れる母さんを見て私は誓った。私が必ず君を治してみせると。父さん。ある日、必死に治療法を探す私に一人の男が近づいてきた。それが錬金術師のゾラ殿だった。彼は正体を明かし、錬金術の研究を手伝うよう声をかけてきたのだ。そしてその時に、君がホムンクルスであること、研究を手伝えば病気の解明につながる可能性があることを知った。そうだったの。でもどうして家を離れる必要があったのさ？君の病気は君の元となった英雄がもともと患っていたものだ。だから彼の体がある場所なら君の病気を解明できると思った。それにゾラ殿は用心深い人物だ。監獄から一切外へ出ないことが研究を手伝う条件だったんだ。そんな。ジュール、君のせいではない。病気は誰のせいでもないんだ。ただ黙っていなくなったことは本当に申し訳ないと思っている。ジュール君、君も言いたいことを言えばいいと思うよ。君にはそれを言える相手がいる。ユファさん。父さん、本当はたくさん文句を言ってやろうと思ってたのに、殴ってやろうと思ってたのに、そんなことできるわけないじゃないか。ジュール、ありがとう。僕を引き取ってくれて、それから育ててくれて、僕を治そうとしてくれて、本当にありがとう。ジュール君。医者として楽観的なことを言うつもりはない。だが君の病気のことは少しずつ分かってきているんだ。治療法が見つかる可能性はある。
お前に生きてほしいんだ。父さん。ま、一件落着で何よりだぜ。それで、あんたが手伝った研究ってのは結局何なんだ？私が手伝ったのは、人の魂に記録された存在を錬成することだ。アドル君の記憶から古代種や魔物を錬成したようにね。彼の研究はそこからさらに先にあるようなのだが。さらに先だと？スミノフさんはシャトラールさんの協力者かと思っていました。監獄に優秀な人間を集めていた件か。あれはゾラ殿がシャトラール団長を利用していたに過ぎない。もともと優秀な人間たちを欲していたのはゾラ殿自身だ。だが彼はもう監獄には滅多に姿を現さなくてね。それらを使って何を目指しているのかまでは。どうせろくなことじゃないわ。シャトラール団長への処置を見るとゾラ殿は容赦のない方ではある。だが単純に邪悪なのかと聞かれたら、それは私にはわからない。どちらかというと、とても純粋な人間のような気もするな。そういう人間の方が立ち悪いって可能性もあるだろう。まあ、それは確かに。怪人諸君、私も君たちに随分と迷惑をかけてしまった。本当にすまない。それでも私のしたことはとても許されるものではない。いずれこの罪はきちんと償わせてもらうつもりだ。父さん。ジュール、母さんのところへはそのうち顔を出すと約束しよう。病気の体で頑張っている息子に負けぬよう私もあがいてみせるさ。お互いに悔いのないように生きようじゃないか。赤の王、いや、アドル君、ゾラ殿は特に君にご執心のようだ。私が言うのもなんだが、くれぐれも気をつけてくれ。さて、さすがに私も一旦戻らないとまずい時間だ。申し訳ないが、そろそろ失礼させていただくよ。その、父さん、気をつけて。ああ、行ってくる。ジュール君、ちゃんと話せてよかったでしょ。まあね。そのみんなもありがとう。ううん、本当によかったです。スミノフさんもいい人でよかった。私も参考になりました。やれやれ、用が済んだならとっとと町へ戻るとしようぜ。
上出来だわ。うまくいったみたいだね。
あの、アドルさん、今日もガンガン働きますよ。他にも要件何でも申し付けてくださいね。任せてください。腕の見せ所ですね。任せてください。腕の見せ所ですね。もういいんですか。今日他にいつでもお待ちしてます。さて、君が選んだ数字はこれかな。となるとこれかな。それじゃあこの2枚の数字を合わせてみてくれ。おお。時間をかければ誰でもできるさ。パークスでいられるうちに技術を習得できてよかったよ。さて、実はもう一つ君に話したいことがあってね。改めて君に感謝を。パークスとして変わらず受け入れてくれてありがとう。枢機卿という立場では得られないものをたくさん受け取らせてもらっているよ。それに友人を救ってくれたこと、心より感謝している。アドル君には迷惑な話かもしれないが、私は君のことも友人だと思っているよ。ええ。ありがとう、アドル君。まだバルドゥークがどうなるかわからない状況だ。私もロブン軍と最大限連携して何があってもこの町の人々を守ろう。どうか心置きなくなすべきことをなしてくれ。友人として心から応援しているよ。アドルさん。なかなかのもんだな。すっごく美味しそう。盛り付けも色合いもとっても素敵。勉強になるわ。戦勝記念祭を祝うなど一体何年ぶりだろうか。すまないな、アドル君。私にまで声をかけてもらって。あれは私の罪滅ぼしもあったから、そこまで気を使わなくても。さあさあ、スミノフさん、それじゃ遠慮なくいただいてちょうだい。ああ、ありがとう。この味はまさか。へえ、気づいたみたいだね。ちょうどもう一人の主役も到着したみたいだ。追加のお料理を持ってきたわよ。あら、
パルメか。あなた。どうしよう、本物だわ。よかった。街で見かけたのはやっぱりあなただったのね。だいぶやつれてるみたいだけど、元気そうで何よりだわ。その、すまない、パルメ。勝手に家を出て、ずいぶん迷惑をかけたようだ。あなたのことだから、事情があると思ってたわ。まだ、家には帰ってこられないのよね。ああ。わかったわ。私は、あなたの用事が済むまで待ってるから、せめて今だけはたっぷり食べて栄養をつけてちょうだい、パルメ。よかった、私もなんだかほっとしちゃった。それにしてもこの料理、ジュール君のお母さんが全部作ったんですか？ジュールちゃんも手伝ったそうよ。あの子、いいとこあるじゃない。これはメイドとして負けていられませんね。いい君だね。父さんがあんなに戸惑った顔してる。ありがとう、アドルさん。どうやら作戦は大成功みたいだ。そうだ、これを受け取ってよ。アドルさんにお礼がしたくて、料理を手伝った時に作ったんだ。まだ僕が怪人になる前の話なんだけどさ、ある日街で珍しく僕がワクワクする噂を聞いたんだ。それが各地を冒険しながら旅する赤毛のアドルの噂だった。あの時からなんだ、一生懸命生きようと決めて僕が棺桶ノートをつけ始めたのは。うん、だからありがとう、アドルさん。あなたに会えて本当に良かったよ。またいつでも言ってください。あや、うん、またな。まあ他に、またいつでもどうぞ。
今時の若い子はこっちのフリルが好みだと思うわ。さっきからあれこれとうるさいの。そんなに言うならお前さんがやったらどうなんじゃ。あら、私は口を出しますけど手は出しませんよ。アネモナさん、どうしました？はい、先ほどのおじい様たちのやりとり、あれを見てまた一つ昔のことを思い出しました。昔のことって、もしかして？はい、ロスビータ、アプリリスさんと過ごした時の話です。どう、アネモナ？どうとは？その服がどうかいたしましたか？もう、あなたの新しい服よ。私が一生懸命作ったの。あなたへのプレゼントよ。プレゼントでは、私は何をお返しすればよろしいでしょう？お返しは何もいらないから、ただ私のお友達になってほしいの。すでにそうするようお父様に言われておりますか？だからそうじゃなくて、なんでよ、どうしてそんなことしたの？ずいぶんと古かったから新しい体に変えようとしたのだ。まさか魂が定着せずに消滅するなど思いもやらなかった。だからって古い体を処分しなくたっていいじゃない。何をそこまで怒っているのだ？どうしてわからないのよ。アネモナは私が小さい頃から一緒に過ごしてきた大切な人形で、私にとってたった一人の友達だったのに。まさかとは思ったが、時を経てこのような場所で再会できるとはな。また一緒にと思ったが、そなたにも今の生活があるようだ。残念だが巻き込むわけにはいくまい。アネモナ、またいつか会おう。そういうことだったのね。それに小さい頃のアプリリスさんって意外と普通の子だったんだ。なんだか新鮮ですね。
ネモナちゃん笑ってる？え？あ、なるほど。どうやら人形も笑うことがあるようです。アネモナさん、じゃあ探し物は結局アプリリスさんだったってこと？そうですね、最初はそうだったかもしれません。でも今探したいのはグリムワルドを終わらせる方法です。あの人は一人ずっと戦って、でも私は何も、もう二度とあんなことがないように。ああ、アドルさん、ありがとうございます。それにしても錬金術師のゾラか。僕たちが言うのもなんだけど、ちょっと変わった人物みたいだね。彼の最後の研究が何を指すのかちょっと不安にはなるかな。はい、手がかりだけでも早くつかめるといいんですけど。Yeah!
ってきたぜ。出てきたね。